高天神社は、静岡県掛川市か、土方峰向きにある神社。高天神山の山頂付近に立地する。高天神山の航空写真。高天神城跡、高天神社が見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成祭人として、高見結び村、天悟日火の地、菅原道真の御柱を祀っている。 戦国時代には皇天神山に皇天神城が置かれており、武田信玄や徳川家康がこの地の領有をめぐり、たびたび衝突する争う要衝であった。皇天神社は皇天神城の守護を担う神社として創建された。江戸時代に入ると皇天神城は廃城となり、皇天神山には戦乱の犠牲者を弔う慰霊碑が建立された。しかし、 皇天神社はそのままだか天神山に残され、地域の住民の信仰を集めることとなった。ニニギノンが同地に現れたとの伝承を記念して、毎年3月に霊体祭が行われている。祭霊期間中、皇天神社の祭神は通常の社殿から別の社殿に移動する。霊体祭に際しては、出展なども立ち並び多くの参拝者を集めている。近年では、 例大祭に合わせて、法術演舞大会が開催されており、ひなあじゅうを用いた法術の実演が行われる。社名については、一見すると、皇天神社のように見受けられるが、祭神として、菅原道真を祀る天神社であることから、皇、天神社と解されている。この神社の立地する山が、皇天神山、隣接していた城が、皇天神城と呼称されることから見ても、 公天で区切るのではないことがわかる。ABC 掛川市役所商工労働観光課、公天人社令大祭掛川市役所、2008年4月1日、掛川市役所商工労働観光課、日縄わ十円部掛川市役所、2008年3月19日、ありがとうございます。